戸バ発電所は、かつて、福岡県北九州市戸バ区大和中原に存在した火力発電所である。1937年から1964年にかけて運転された。戦前期に北九州工業地帯における電気供給を担当した九州水力電気、九州電気機動と八幡製鉄所を経営した日本製鉄の共同火力発電所として、 この三社などが出資する西部共同化力発電株式会社により建設。1939年に日本発送電へ出資され、その後1951年から廃止までは九州電力に属した。九州電力時代の出力は13万3 0 0 0ット。戦前期の北九州地域における電気事業者は九州電気軌道と九州水力電気の二社であった。 先発企業の九州電気軌道が1911年に大門発電所を建設した際に電源周波数を 50Hz に設定し、後発の九州水力電気もこれに習ったため、北九州では長く 50Hz 給電が行われた。また1930年代に入ると、九州電気軌道が九州水力電気の傘下に入り、前者の火力発電、後者の水力発電を併用した。 水化併用の供給体制が実現していた。北九州地域の電力需要は、1932年末、頃より、景気回復に伴って増加し、将来的に発電力を上回る情勢となった。このことから、九州水力電気、九州電気機動の両者は主事検討し、発電力不足が最も懸念される、九州水力電気の手で、小倉市内の埋め立て地に、 火力発電所を新設する計画をまとめ、1935年1月に発電所設置の許可を停心大臣宛てに申請した。しかし当時の停心省は発送電の統制政策を打ち出しており、受給面、経済面から非合理的であるとして、電気事業者単独での個別の火力発電所新設を許可していなかった。統制策を唱える停心省の勧告に従い、 電力会社の連合にこの地域災害の需要家である日本製鉄を加えて共同火力発電所を建設することとなり1936年その経営主体である西部共同火力発電株式会社の設立が決定した西部共同火力発電設立に参加した電気事業者は九州水力電気とその参加の九州電気機動九州総連 西九州の60ヘルツ県における共同火力会社として先に設立されていた九州共同火力発電の4社で日本製鉄を加えた5社の均等出資で新会社を立ち上げることとなった。1936年5月6日付で定心症より電気事業経営の許可を取得したのを受けて5月18日に創立総会が開催され、 西部共同火力発電は発足するに至った。資本金は1500万円で、代表取締役社長に、九州水力電機の木村平衛門、同乗務に、元低新商有務局長の旧野茂が就任。本社は、九州ではなく、東京市麹島地区に置かれた。西部共同火力発電が火力発電所を建設するにあたって、候補地として、 小倉市内の九州電気軌道による埋め立て地と戸渡し、大和中原地先の日本製鉄による埋め立て地の2箇所が挙げられ、比較検討の結果八幡製鉄所に隣接する校舎の方が選択された。1936年10月、まず2万5 0 0 0ット発電機2台を新設する第一期工事に着手。ついで1937年7月より5万。 キロワット発電機1台を新設する第2期工事も並行して開始した。戦時中で資材不足の折、鋼材は日本製鉄より配給を受け、セメントも安価な製鉄所複製の鉱路セメントを活用して費用を節約、機械類も吸収水力電機が単独発電所計画に基づいてあらかじめ発注していたものを流用したことから納期、費用ともに想定内であり、 工事は円滑に進んだ。結果、予定より半月早い1937年12月16日より、戸端発電所は発電を開始した。発電開始時点では、第一期工事が終了したのみであるため認可出力は2万5 0 0 0ットであり、16日より、九州水力電気へ1万5 0 0 0ットの供給を開始し、25日より、 ヤワタ製鉄所への1万キロワットの供給も開始した。その後、第2期工事の竣行を待たずに供給増加の必要に迫られたことから、予備出力を常時出力に編入して、認可出力を5万キロワットへ引き上げ、1938年10月より、ヤワタ製鉄所へ、11月より、九州水力電気へ、それぞれ1万キロワットの追加供給を開始し、 11月21日より、九州電気軌道への5 0 0 0ットの新規供給を始めた。同年12月になって、第二期工事が竣工している。1938年4月、特殊会社日本発送電を通じた政府による発送電の管理を規定した電力管理法が交付され、続く同法施行令で、出力1万キロワット超の火力発電設備は、 日本発送電に帰属するものと定められた。これに従い同年8月、西部共同火力発電は、戸端発電所を日本発送電設立の際に、同社へ出資する、要停止大臣により命ぜられた。出資設備の評価額は784万8341円50銭で、出資の対価として、 日本発送電の額面50円払い込み済み株式156,966株が交付されている。翌1939年4月1日、日本発送電は設立され戸端発電所を継承。全設備を同社へ出資した西部共同火力発電は同時に解散した。日本発送電への引き継ぎ時点における戸端発電所の認可出力は5万3 0 0 0ットで、 さらに4号機を増設するという第3期工事が進展中であった。4号機はその後1940年11月に竣工し、発電所認可出力は10万6 0 0 0ットとなった。1942年11月にはボイラーが一缶追加され、認可出力は13万3 0 0 0ットへとさらに引き上げられている。太平洋戦争後、 燃料炭の炭質低下によって発電可能な出力が10万キロワットに低下したことから当時の深刻な電力不足も鑑みて早急に発電力を増強すべくボイラーを2台増設することとなったこの計画により1950年1月に7号ボイラー同年4月に8号ボイラーが竣工している翌1951年5月1日 電気事業再編成による日本発送電解体に、伴い戸畑発電所は許可出力13万3 0 0 0ットのまま、九州電力へと継承された。戸畑発電所による発生電力の周波数は5 0ルツであった。前述の通り九州では他にも5 0ルツの発電所があり、 九州の電力圏の下半を占める 60Hz 圏の中に 50Hz 圏が混在する状態が戦前から長く続いていた。周波数をどちらかに統一する動きはあったものの資金、資材や電力需給の面から容易ではなく、実行には至っていなかった。こうした中、戦後の電力需要増加で 50Hz 圏の需給が逼迫したのを機に、周波数統一が具体化し、研究の結果、 北九州の戸端小倉両発電所の改造を、需要化側のの 60Hz 転換と並行して実施することとなった。戸端発電所では1.2号発電機が改造対象に選ばれ、1950年4月に2号機、同年12月に1号機の 60Hz 化工事が完了した。残る3.4号機の改修工事は他に火力発電所が新設されたことから中止され、 そのまま1960年12月8日付で廃止された。1960年代に入ると、九州電力では火力発電主体の電源開発計画を立案して、新型の大容量発電所を相次いで建設した。北九州では1961年10月に、出力15万6 0 0 0ットの新小倉発電所が運転を開始している。 その一方で旧式発電所は相次いで廃止されており、戸端発電所についても残存設備が1964年8月31日付で廃止された。1953年3月末時点の発電所設備は以下の通り、西部共同火力発電に関するカテゴリー、ありがとうございます。